いいお湯でした。温まった。寒くなってきましたね。今日のスゴジからは信州の温泉を紹介ではなくてですね、これです。斑点です。私が着てる、見てください。子供の頃よく斑点着ました。ただですね、この斑点は普通の斑点とちょっと違いまして、千曲市の衣料品メーカーが作った特別な一着なんです。斑点といえば古くから愛されてきた防寒着の一つですよね。2021年9月に発売されたこの斑点には多くの職人の思いが込められています。今回の主役、特別な斑点を作ったのがこちらの会社です。千曲市のフレックスジャパン、創業80年の老舗企業です。フレックスジャパンは、日本有数のシャツメーカーですね。シャツメーカーがなぜ斑点だったのか。ありました。いきなりありました。触った感じがとっても柔らかいんですよ。これ何ですかね、この生地。こんにちは。あ、どうも、お邪魔してます。長野朝日放送の草田と申します。お世話になります。フレックスジャパンの桜井大河と申します。フレックスジャパンさんはシャツメーカーですよね。おっしゃる通りです、ね、この80年の歴史があるシャツメーカーなんですけれど、その技術力を生かして伝統に触れるきっかけになったりとか、それこそ長野県信州を知っていただくきっかけになったり、そういうちょっとものづくりができたらなと思って、このブランドを運営させていただいてます。はい、お願いします。失礼します。はい。軽いですね。ありがとうございます。軽い。あ、でもあったかい。軽くてあったかくて、そのあったかさも、こうじんわりくるようなあったかさですね、はい、そうですね。実際斑点ってそれこそイメージするのが中綿入りのちょっとモコモコとした斑点がイメージされるものだと思うんですけど、綿入れって言いますもんね。そうですね。厚みがあり保温性のある生地を使っているので、はい、綿は入ってないんですけど、綿入れの斑点以上にその快適さ、暖かさっていうのを持ってる生地です。東京都出身の桜井大河さん、2018年妻の地元長野市に移住しました。2020年には自社ブランド鼓動の立ち上げを主導。日本の伝統産業の技術を取り入れた商品を開発しています。またクラウドファンディングで資金を集めるなど、新たな販売戦略にも挑戦しています。で、ここが本社工場に。あ、こちらですね、はい、そうですね、まさにシャツを作っている工場で。そうです。斑点が作られたと。その通りです。で、彼が鼓動のメンバーであり、はい、この工場 の、その指揮者としての役割をしている。ああ、どうもこんにちは。佐藤と申します。佐藤さん、はじめまして。長野朝日放送の草田と申します。よろしくお願いします。面白いものをお作りになりましたね。ねえ、基本的にはオーダーシャツの工場なので、すんなり作るっていうのも難しいので、いろいろ調節しながら時間捻出して作っているような感じなんですけど、やっぱりこの製造業、どうしても品質と生産性の両立っていうのが一番難しいところなんですけど、はい、そこはもう僕と桜井で、僕たちの作りたいものっていうのに対する思いをやっぱり皆さんに集めて伝えて、それで納得していただいて、今こういう生産体制を組んでいただいているっていうような感じです。なるほど、はい、このお二人が入ってきて働き方みたいなところは変わりました、ご自身含めて。あ、私の仕事っていうかは増えましたが、楽しいです。あ、そうですか。楽しいです。明日何やろうみたいな、そんな感じ。あ、素晴らしい。夜も眠れなくなるぐらい型のことを考えたりとかもします。そうですか。2020年春、テレワークの普及によりシャツの売り上げが減少しました。若手社員が集まり会議を重ねた結果、伝統技術を取り入れた持続可能な商品を生み出そうと斑点の製作に取り掛かりました。